はい、すみません、ちょっと続きですね。まあ、まあね、今日カープはね、ちょっとまあ、3点リードはね、ちょっと守れずにね、ちょっとジャイアンツに終盤にね、逆転負けてしまいましたけども、まあ、明日はですね、まあ、なんとか勝ってくれることをね、まあ、祈って、まさに切り替えですね。はい。はい、続いてパ・リーグですね。今日は、ペイペイドームで行いましたソフトバンク対西武の、16回戦の方をですね、振り返っていきたいと思います。まずはね、まあ、お互いのね、まあ、チームにやってるんですけども、まあ、初回がね、まあ、石川投手は、ヒルをアウト。で、源田壮介、そして中村を、竹谷を三振で抑えて、で、2回もしっかりとヒットを1本許さず、しっかりと2回もいいピッチングで投げて、そして5回ですね。5回はですね、4番ね、近藤健介のレフトツーベースで、ノーアウト2塁で、そして、中村晃はフォアボール入りを選んで1、2塁で、で、栗原はセカンドゴロで、そしてね、柳町のタイムリーヒットで、ソフトバンクが1点を返し、先制し、続く今宮の、ヒットを打って満塁で、ワンアウト満塁で、甲斐拓也の押し出しのデッドボールで、1人帰ってきて2点目を返し、そして三森のライトにタイムリーヒットを打って1点を返し3対0とし、続く牧原大成の犠牲フライを放ち4対0と一気に大量得点となって、そして柳田のライトタイムリーヒットを打って5対0と、この回ね、2回に5得点を奪い、そして3回はですね、6番栗原のね、ライトスタンドのホームランを打って、この回ね、ソフトバンク6対0と、西武に点差を離し、そして4回ですね。4回は、柳田のライトへタイトルツーベースで、中村晃はフォアボールで、そして栗原のレフトへのタイムリーヒットで、ソフトバンクがもう1点追加で、そして6回も柳田のレフトスタンドのホームランで、ソフトバンクが8対0と、ついにこれで8対0と、西武に点差を離して、それからね、まあ今日はね、今日もホームランが出てね、そして今日は打線がつながったソフトバンクも、西武にね、今日完封罰ですね。それからね、今日のね、先発投手の石川修太投手ですけども、今日はね、なんとですね、9回までね、投げ切って、9回ですね、終盤ですね。まあ今日はね、デッドボールを受けて、まあ、その後も三振で抑えて、そして4番のね、中村拓也を抑え、最後は初球からファーストゴロで、球団史上初の4人のね、快挙で、ソフトバンクね、大歓声ノーヒットノーラン達成したね、ソフトバンクの石川修太投手のね、今日はね、もうペイペイでもね、お客さんもね、大歓声という、非常にもう、その喜びをね、見せれたっていうのは、この、ファンの皆さんにね、もう本当に感謝してるなと思います。はい、というわけでね、石川修太投手、ノーヒットノーランの達成おめでとうございます。それからね、柳田選手も1500安打も達成しました。お二人さん、おめでとうございます。はい、というわけで、まあ、昨年はね、東山直人投手がですね、まあ、ノーヒットノーラン達成して、で、今日は石川修太投手のノーヒットノーラン達成で、なんとソフトバンクはね、2年連続ね、このノーヒットノーラン達成っていう、ね、素晴らしいね、ピッチングをね、してくれたっていうのは本当に、よくね、よく投げ切ったなと思います。はい。
というわけで、まあ石川純太もね、まあいい時もね、悪い時もよくここまでね、堂々とね、堂々とやってくれたと思いますしね、はい。今日はね、まずはね、今日のヒーローインタビューで大記録を達成してどんな気持ちだったんですけども、どんな気持ちだったんでしょうかっていうのを、できると思ってなかったと言ったらあれですけど、本当にいろんな運が重なってこうして、野手の方にいっぱい点を取ってくれて気持ちよく投げられたんじゃないかなと思いますと、本当に感謝していますという石川修太の気持ちでした。そしてね、達成の瞬間はですね、自然と、ポイント、こぼれたもそうですし、チームの勝利に貢献できたというところで一つほっとできた瞬間でしたね、あの時は。と。で、意識したのはですね、こちらもですね。毎試合ね、ノーヒットノーランを目指してやって、初回にヒットを打たれてなんだよ、みたいな投球をしていると、意識というよりは、この打者、この打者を抑えるんだという気持ちで投げていたんで、最後まで意識はそんなにしていなかったかもしれないですね。ですね。積み重ねの結果は、そうですね。はい。9回の大歓声は、あの声援が力になったのは間違いないですし、本当にありがとうございましたという、今日もね。そしてね、ライアウトね、2桁を超えたんですけども、投球を振り返って、インコースのストレートも試合前にも、開拓やといろいろ話し合って投げていこうというところで、それでアウトを取れたのが大きいですし、拓也が引っ張ってくれたので、ありがたいですという、守備陣ですね。狙い通りの投球は、フォアボールがあるんで、まだまだなというところもあるんですけど、いいところはいいところで自信にして反省するところは反省して次に生かしたいなと思いますと報道しながら勝ちがつかなかった時期もあったんですけどもこれでね次の投球良くなってあれだけかよと言われたら野球選手としてなんだって自分も思うので次も同じような投球ができるように頑張りたいですというです喜びに何に伝えたいかいや、まあ、応援してくれるたくさんの人、その人のおかげでね、マウンドに立てているのは間違いないですし、すべてのね、支えてくれている人に感謝したいなと思います。これで、史上88年目、改めて今、ファンに祝福されて、どのような感じですか。この瞬間というのは忘れない瞬間なので、そこに一緒にいてくださったファンの皆さんに感謝したいですという、思います。今日はね、ありがとうございました。そして最後ですね、シーズン終盤に向けて意気込みですね。最後は意気込みは、ここまでね、本当にもう一つのピッチングが多かったので、ここからなんとかチームに勝利に結びつけるようなピッチングができるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いしますという今日ね、石川修太のね、まあ、ヒーローインタビューでの、今日のね、まあ、感想ということで、まあ、まあね、まあ、いい時もね、悪い時もありますけど、まあね、まあ、そうですね、なかなかいい時ができなかった時は、もうそこはもう、しっかりと反省して、また次の登板にね、向けてね、まあ、しっかりとね、準備してね、まあ、しっかりと投げ切ればなんとかね勝ち投手になりますしね白星につながると思いますのでねまた次の登板も期待してます今日は石川投手お疲れ様でしたはい、というわけでまあ今日ですねまあ試合の振り返りねお伝えしましたけどねというわけで明日は8月あごめんなさいもう日付が変わってますね今日8月19日土曜日ですねそうですね。マツダスタジアムで、まずセリーグはマツダスタジアムで行います、広島対、巨人の試合開始時間はナイトゲームで18時開始予定で、
広島の先発投手は森下投手、そして巨人の先発投手は横川のお二人の内外となっています。続いてパリですね。こちらもね、ペーペードームでございますソフトバンク対西武の試合開始が同じようにナイトゲームで18時開始予定で、ソフトバンクの先発投手は坂東投手、そして西武の先発投手は与田投手のお二人の投げ合いとなっています。はい、以上で今日の、試合の振り返りと明日の予告先発をですね、詳しくお伝えしました。はい、というわけで、まあカープはね、何度も最初はね、まあ勝てたんですけどね、ちょっとね、終盤にね、逆転負けしたっていうのはちょっと痛いかもしれませんけども、まあ明日はね、まあ森下投手にね、まあいい投球でね、白星にね、つなげてほしいなと思いますしね、まあ打線もつながれば、まあ勝ちにつながるかなと思います。明日は森下投手頑張ってください。そして、まあソフトバンクもね、まあ今日はね、石川修斗投手のね、ノーヒットノーラン達成というのはもう最後までね、よく粘ってね、もう素晴らしいピッチングで、ね、もう投げ切った回がありました。そこもね、なんとか野手陣もね、助け合ってくれているおかげでね、こうしてね、まあ迎えられたっていうのも今日ね、しっかりといい仕事をね、見つけてね、やってくれたっていうのはすごく感謝しています。はい、というわけで、ね、また明日ですね、明日また試合振り返りがまあお伝えできれば、また時間が取れればそれもお伝えしたいと思いますのでね、それもどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで今日の試合の振り返りはこれで終わりたいと思います。それでは皆様、今週も、お仕事お疲れ様です。それでは皆様、おやすみなさい。ありがとうございました。